三都井見恵は日本のフリーアナウンサー。富山県東都並郡上花町出身。富山県立福の高等学校、成城大学経済学部経済学科卒業。成城大学在学時には東京アナウンスセミナーに通っていた。大学を卒業後、2005年4月に富山テレビ放送に入社。同期に元同局アナウンサーの神田美代がいる。富山テレビが アナログ放送を行っていた頃には、アナウンサーをしながら、地上デジタル放送推進大使も務めていた。また、2007年には、系列局アナウンサーの渡辺朝と、丸山しおりと共に、映画、ジャチャ天外の奇肥に、豊臣秀吉の即出役で出演した。2009年10月に結婚し、後に子供を授かる。2014年8月に富山テレビを退社した後、 2017年4月にホットスター不所属のフリーアナウンサーとなる。フリー転校後にはケーブルテレビ富山高岡ケーブルネットワークと波衛星通信テレビのコミュニティチャンネル放送番組でリポーターを務めている。またボイストレーニング教室のスマイルボイスを開講し自ら講師を務めている。すべて富山テレビ局アナ時代の担当番組ありがとうございます。